中国で開催されている広州アジア大会は3日、女子サッカーの準決勝で日本が開催国、中国と対戦。完全アウェーの雰囲気の中、4-3で勝利して決勝進出を決めた。試合後、日本の選手たちが中国の水系霞監督に向かって一列に並び、深く一礼。この場面が中国メディアに取り上げられ、こういう行動は尊敬に値する。マナー スポーツ精神の面で、日本は素晴らしい、などと中国ファンからも多数の賞賛を得ている。画像、こういう行動は尊敬に値する、サッカー日本女子代表、中国戦後に一列に並び心身とお辞儀した実際の死因白熱の試合を制した日本。試合後の行動が中国で賞賛を浴びた。試合後、中国のベンチ前に並んだ日本の選手たち。 対面するように立っていた水系かすみ監督の方に、心身とお辞儀した。水系かすみ監督は拍手で勝者を称えている。頭を上げた日本の選手たちは、今度は中国の控えメンバーや監督たちとタッチを交わして移動。友好ムードを感じさせるシーンだった。中国メディア、ジー・ボーバーは、相手への感謝。 日本の女子サッカーチームが全員で水系霞中国チーム監督にお辞儀をして感謝。水系霞が拍手で答えるとの見出しで記事を掲載。アジア大会女子サッカー準決勝で中国は3対4で日本に敗れた。試合の後、日本チームのメンバーが全員揃って中国チームの水系霞監督にお辞儀をし、お礼の気持ちを伝えた。 水系かすみ監督はこれに拍手で答えた、などと伝えた。この記事には中国ファンから多数のコメントが集まった。この礼儀は素晴らしい。少なくとも韓国よりはいい。もちろん、水系かすみ監督も女子サッカーの名士であって、余裕を持ってこれに答えた。こう出られると、悪く言うことはできないな。実力があるのに謙虚だと、悪口を異様にも言えないな。 日本のこういう行動は尊敬に値すると思う。なんだか、皮肉だな。やっぱり、スポーツマナー、スポーツ精神の面で、日本は素晴らしいと思う。韓国とは違う、これは、日本のリーグでサッカーをしたことのある先輩に対する例だと思う。試合の結果にかかわらず、でも、確かに皮肉な感じがする。日本サッカーの未来が、すでに私たちの最強の今を打ち負かしたのだ。 日本の第一戦のチームだったら、この点差で負けても恥ずかしくはないが、U21 に負けたのでは言い訳ができない。実力の差が大きすぎる。日本は好きではないけれど、しかし、日本のいろいろな面は認めざるを得ない。他国の一軍を打ち負かしたんだから、謝らないわけにはいかないだろう。中国サッカーが日韓に勝てるなら、私もお辞儀をしてもいいな。これじゃあ、日本の悪口は言えないな。 中国の昔の人が残してきたものを中国よりも日本や韓国が受け継いでいる様々な書き込みがあったが、概ね行動を好意的に見る声が多かった。日本は6日の決勝で北朝鮮と対戦する。